ならならならなな何が隠れてるのか。僕はサメの赤ちゃん、お母さんを探してるんだ。あ、レモンザメが来た。レモンザメの特徴は体がレモン色だよ。バイバイ。そこに隠れてるのは誰？ネコザメか。頭が猫だからネコザメっていう名前がついたんだよ。早いな。アオザメの特徴はすごく早いんだよ。やっと止まった。ちゃんとスピード気をつけてね。ノコギリザメさん、こんにちは。ノコギリザメはギザギザの歯で獲物を切るんだよ。大きな口でちっちゃいプランクトンを捕食するのはメガマウスザメとウパザメだよ。おっとっと、食べられそうになった。バイバイ。ニトリは尻尾が長くて魚をベシベシと叩くよ。痛いな、気をつけてよね。シュモクザメが集まってきた。シュモクザメは何万人のシュモクザメが来てお見合いをして結婚式をするよ。どんまいどんまい。君が僕のお母さん？なんだ、オチロザメか。見間違えたや。え、なになに、どうしたの？うわ！僕はメガロドンだったんだ。よかった。もうずっと一緒だよ。